どうもこんにちは、宮崎大輔です。いつも私のチャンネルを見てくれてありがとうございます。さて今回は7月の夏秋いちご栽培の様子をご紹介したいと思います。夏秋いちごというのは北海道や長野県など夏涼しい地域だけで夏場に生産されている非常に珍しいいちごのことです。私の実家は長野県にございまして、こちらのビニールハウスを使って夏秋いちごを生産しております。はい、では7月のね、生育状況をご紹介したいと思います。それじゃあまずはサマーリリカルの実から見ていきましょう。サマーリリカルというのは長野県の限定品種でして、こんな感じのね実がなります。まあ、サイズとしては、S とか M サイズとか、ちょっと小さめではあるんですが、ケーキにね使うとしては、ちょうどいいサイズかなと思っております。で、形も綺麗ですしね、ケーキにはちょうどいいんじゃないでしょうか。こう丸ごとね生で食べようとしたら、ちょっと小さめではあるんですが、ちょうどいいサイズかなと思います。はい、これもねまたちょっと別の株ですが、これも S サイズ M サイズ、ちょっと L サイズも一部あるみたいな感じで、ぼちぼちいいサイズだと思います。はい、ここにあった実も、M サイズとか L サイズとかそれぐらいですね。結構実はたくさんなってます。はい、それからこのね、実見てもらうと分かると思うんですけど、形がすごい綺麗ですよね。もう逆三角形で先端が尖ってシュッとしていてね、ショートケーキの上に乗せるのがすごく合っている綺麗な形をしてます。この形の綺麗さっていうのがね一つサマーリリカルの売りかなと思ってます。それからですね、実はこのビニールハウスにはミツバチを飛ばしていません。西洋ミツバチも黒丸花バチも両方飛ばしていないんですね。でそれにもかかわらずこんなにね綺麗な形の実ができています。もちろんね野生のハチが飛んでくるとか、あとはアブとかハエとか、いろんなハエ類とかね、虫が受粉をしてくれたりとか、あとは風でね、受粉してくれたりとか、そういうこともあるんですけど、これってやっぱ品種によったら受粉がうまくいかないものとか、色ムラとか奇形とかに、ね、なるってことが多いです。じゃあなんでならないのかっていうと、おそらくなんですがサマーリリカルは花粉の量が他の品種よりも多めなんだと思います。このね花粉の量って結構ね受粉に影響するんですよ。で品種によって花粉の量が少ない品種とか多い品種っていうのがあって、すいません、私ちゃんと測ったわけではないんですが、このね実のなり方を見ているとサマーリリカルは花粉の量が多めだから、奇形とか色ムラとかね受精不良っていうのが起きにくいんじゃないのかなと思ってます。あとはめしべが高温に強いとか、そのあたりもね影響している気がしております。あとはねこの色の、つき方でアントシアニンっていう色素がこのイチゴの赤色って元になってるんですけど、その濃淡ねコントラスト、そこがあまりにもはっきり出る品種だとこの色ムラが起きやすいんですよ。この受粉のうまくいっているところ、うまくいっていないところでね。でそういったこのアントシアニンの発現の度合いもあんまり強くコントラストが出ないっていうのもあって、多少こう受粉してないところがあってもなんかそれがうまくごまかされるというか、あんまりこう色合いにね、激しい色の違いとして出てこない、このあたりもねこの品種のいいところかなと思ってます。次はねこの実を見てください。これもねやっぱり若干受粉してないところがあるんですよ。なので本当は他の品種だと結構ここねはっきり色の違い濃淡現れるものが多いんですけど、この品種の場合こう受粉がうまくいってなくてもあんまりこうバレないっていうね、これ多分あんまりわからないですよね。なんか色合い的に若干オレンジ色の部分もあるんですけど、分かりにくいっていうのがねすごいいいところです。でもう一個ちょっと見ていただきたいのがこれ先端部分です。はい、このね実の先端が白っぽくなってるのが分かりますかね。でこれは先ジロカっていうね、先が白い果実と書いて先ジロカと言います。そういうね実の症状です。でこれはいろんな原因があるんですけれども、一番多いのは窒素過多ですね。窒素分っていうね肥料成分が多すぎるとこの先端部分が白くなるっていうね、こういう症状が現れやすくなります。でそれからこれがもうちょっとひどくなると先青化っていうね、先端部分がこう緑色のまま、残ってしまって赤くならないっていうね、もしくは先詰まり化っていう先端部分がぐちゃぐちゃってなってね、もうそれはもう花の時点でめしべの先端部分が受精する機能っていうものを持っていなくて先端が変な形になってしまうっていうね、そういうものもあります。この先白か先青か先詰まりかっていうのは、大体ね、原因としては一緒でして、窒素過多ですね。それが一つ大きな要因になっています。でこれもねその先白っていうねものが
発生しているような実です。でただこれをね完全になくそうとしてしまうと窒素をすごく減らしてしまって、でそうするとね実のサイズが小さいみたいなあのことになりやすいので、まあ、実のサイズを大きくしたいとか収穫量を多くしたいっていうのを求めていくとどうしてもね、一定の割合でこの先白とか先青とか先詰まりっていうのがね発生しやすくなってきます。これは品種によっても発生の程度っていうのがねすごく違ってまして、すごく発生しやすい品種もあれば発生しにくいっていうね品種もあります。それからちょっと粒の大きさでいうとこれはまあまあ大きめですね、まあ、L サイズぐらい、冬場のイチゴと同じぐらいのサイズがあります。このね真ん中に写ってる大きい実は果熟状態ですね。まあよく言えば完熟で、冬のイチゴとかだったらね、まあイチゴ狩りでこれを摘み取って食べたらこう一番甘いっていうねそういう状態になってます。でただこれをね、例えば生のイチゴとして出荷しようとしたりすると、まあ、途中でね、ちょっと腐ってしまうとか、まあ、傷んでしまうとか、あの傷ができてしまうみたいなねことになりやすいので、長距離輸送する場合はもうこんな状態ではねもう全然収穫できないですね。はい、ここら辺の実も大きめですね。 L サイズぐらいのサイズがあります。ここの実はアザミウマの被害を受けてます。アザミウマっていうね、害虫がめしべに寄生するとこんな風にこう実の表面が茶色くなったりとか、あとはね実の表面が割れたりとか、そういうね症状が起きます。はい、でこれはまあみかん黄色アザミウマか平津花アザミウマっていうね、そのどちらかのアザミウマの被害を受けたと思われます。はい、それから葉っぱの生育状況としては、こんな感じ。今年の春に植えた株はねいい感じですね。まあ、葉っぱもすごく元気ですよね。青々としていて、なんかね黄色っぽくなってるとか黒っぽくなってるとか枯れてしまうとか、まあ、そういうことがあの全然起きずに、あの非常に健全な成長をしております。はい、ここはですね密植栽培をしているところです。これはもう1年前に一度育てた2年生株で、かつねこう密植栽培っていうこう株数をねもうとにかくたくさん植えてみたっていうね、あのそういうところです。ここもあの一応花が咲いたりしてね、あのちょっとずつ収穫はできているんですが、花のねサイズが小さかったりとか実のサイズが小さかったりとか、こういうね花の数が少ないとか、今ねちょっとね生育状況としてはあんまり良くないような状況になっております。はい、ただね、まあ、もちろんこの後ね逆にこっちが盛り返してくるみたいなね、こともあるので、ちょっとそれにね期待しようかなと思ってます。はい、まあ、こんな感じに新しい花房とかはね出てきております。この辺りは四つ星です。四つ星っていうね品種を育ててます。四つ星はもともとね冬から春に栽培する促成栽培っていう栽培でねよく育てられている品種です。一応ね、まあ、この辺ちょっと実がなったりとかしてるんですけど、やっぱりね花数と実の数が少ないんですよね。まあ、四つ星夏でも育てられるんですけど、まあ、やっぱりちょっとね収穫量があんまり多くならないっていうね、まあ、そういうねちょっとまあ弱点があります。でただ今ねこんな風に四つ星からランナーを出させて、まあ、そこにね、ついている花を利用するみたいな、そういうね栽培もちょっとやっております。まあ、この辺ね、まあ、四つ星も普通に育てると微妙なんだけど、多分、工夫は実はいろいろできて、いろいろ工夫すれば四つ星でも意外といけるんじゃないのかなみたいなのも、ちょっと最近思っておりまして、いろいろね実験をしております。それからここは UC アルビオンです。UC アルビオン昨年全然花を咲かせてくれなくて、今年の春花を咲かせてくれたんですが、夏になってまた花を咲かせてくれなくなりました。あんまりね UC アルビオンよくありません。順調ではありません。それからこちらは甘心地という、そういうね家庭菜園向けの品種です。こちらもですね、まあ、昨年は非常に葉っぱの生育も劣って、まあ、実はなってくれたけどみたいな感じだったんですけど、まあ、今年はまあ葉っぱはぼちぼちなんですけど、今度は全然花が咲かなくて実がならないという感じでね、こちらもねちょっとあんまり良くないような状況です。はい、それからこちらはですね、まあ、ちょっと変わった培養土を使って栽培するっていうね培地の試験をやっているところなんですけれども、良くないですね。葉っぱの生育も全然良くないですし、花も小さくて実も小さくて、ちょっとこれはあんまり良くないなみたいな感じになっております。でちなみに、最初に紹介している今年の春とかに植えたってやつについては、基本的にはヤシガラとかピートモスとか、そのあたりのね一般的な土を使ってまして、まあ、こういうね生育が良くないところについては、もう普通では全然いちご栽培に使わないような
そういったね土を使ってます。これもねあの実験なので、まあ、うまくいかないというあの結果が出ることもそれはそれは一つねまあいい失敗かなと思ってます。はい、というわけでね今、ここで育てているイチゴの状態をご説明しました。まあぼちぼちかなと思います。今年植えた株については今ね結構いい感じのサイズの実が収穫できてますし、まあ、昨年から育てているものについてはね今ちょっとねお疲れモードというか一旦ね花がなくなったりとか実が小さくなったりしてるんですがここからもう一回回復してくれるんじゃないかなと思ってます。それからねちょっと今ランナーを伸ばしてまして今年は早めに苗作り1回やって、まあ、それから秋にもう1回やってみたいな感じでね2回ねちょっと苗作りやろうかなと思ってます。はい、あとはまあ7月で気になるところで言うと暑さだと思います。ちょうど今この動画撮影している時は雨なんですよ。雨が降ってるのですごい涼しくてね全然快適なんですけど、まあ、晴れた時が今年やっぱすごい暑いですよね。もう日本全国35度ぐらいになってますし夏秋イチゴ育てられている長野県東北北海道でももう30度になってしまうみたいな感じになってますのでハウスのね温度対策高温対策っていうのはすごい必要だと思います。ここのビニールハウスでいうと、まあ、つまめんは開放しててでサイドも全開にしててでこっち側のつまめんは換気扇で強制排気しててで上が遮光のねネットを張って遮光しててもちろんね妻管っていうね妻の天井部分の換気も、まあ、やってみたいな感じで、まあ、できるだけ涼しくもうとにかくね、換気をして熱をこもらせないっていうね、そういう感じでやってます。はい、まあ、あとね、まあ、もっと暑い場所だったら、温度を下げるようなね工夫も必要にはなってくると思うんですけれども、まあ、一応ここ長野県っていうこともね、ありまして標高も高めなので、まあ、そこまではやってないという感じです。はい、まあ、こんな感じで7月と8月がとにかく暑いのでこの夏秋いちご栽培ではこの7月と8月の暑さをいかにしのぐかいかに暑くない場所で育てるのかみたいなところが、重要になってきますので、まあ、このね7月の状態それからまた8月のね、状態も撮影しようと思っておりますので、まあ、どういうね状態でこうイチゴが変化していくのかみたいなところを皆さんにご紹介できればなと思っております。でそれから今回ねこうやって動画でご紹介するのも3年目になりましたので過去2年間分の動画で、まあ、春の状態とか夏の状態とか秋の状態とかねそのあたりご確認できますので気になる方はぜひそちらもチェックしてみてください。では今回の動画が面白かった役に立ったと思ったらぜひ高評価お願いします。質問や動画のリクエストがある人は下のコメント欄に書いてください。これからも農業や家庭菜園観葉植物などいろいろな動画をアップしていきます。ぜひチャンネル登録お願いします。では次の動画で会いましょう。ではまた。